フランキア族、フランキア族、族、フランキアは、放線菌に分類される、新生細菌の一族。窒素固定を行う能力を持ち、アクチノリザル植物と呼ばれる、グループの皮脂植物と共生を行う。フランキアは、アクチノリザル植物の根に形成される根流という、コブ状の器官に共生する。根粒中で、フランキアは、窒素固定反応により、窒素分子、 N をアンモニア、NH に還元し、宿主植物に供給する。この性質により、アクチノリザル植物は、窒素養分に乏しい土地でも、旺盛に生育することから、植生回復のパイオニア植物としての役割を担う。また、荒廃地の緑化や、森林再生のために植林されることもある。1800年代終わりまでに、根粒が形成された、アルニスグルティノーサ。 西洋やマハンの木は、大気中の窒素を利用して生育できること、根粒細胞内には、菌種が含まれることなどが知られていた。当時は、強制菌の蘇生は明らかでなく、カビや粘菌ではないかと考えられていた。その後50年ほどの間詳細な顕微鏡観察がなされ、根粒内の矯正菌は、放線菌、バクテリアだと分かった。根粒からの矯正菌の単理培養は長らく、 成功しなかったことから、絶対強制金ではないかと考えられていた。強制金の単利培養の試みは続けられ、1959年に、パマイがアルニュースグルータノーザから強制金を単利培養したという論文を発表したが、彼は培養菌体を失ってしまった。しかし、ついに1978年にトーレイラのグループが山もものコンプトンやペラーグリナから、 強制菌の単利培養に成功した。一般的には、これが、フランキアの単利培養の最初の成功例と、みなされている。彼らはこの株を、CPI1 と名付けたが、これは、カントニアペリグリーナアイスレイトナンバー1の略である。フランキアの単利培養が困難を極めた理由は、生育が非常に遅いため、混流表面が十分に、殺菌処理されなければ雑菌が、 優先的に増殖してしまうこと、生育に適切な蘇生の倍地の確率が困難だったことが挙げられる。この成功以降様々な宿主樹木から数百種の株が単理培養され、形態学、生化学、生理学、遺伝学的な側面から研究がなれるようになった。しかしながら、バラカやダティスカカ、毒鬱2カ、黒梅もどきカのセアノサス属の植物と共生する。 フランキアの単利培養は現在でも成功していない。フランキアは、ンキ線モ門に属する抗 GC ン量のグラム、陽性細菌である。フランキアという俗名は、ヒマメ科植物の根流中に見出された強生菌に対して、1886年、ブランショアストにより提唱された。この俗名は、彼の死であるスイスの微生物学者、A.B. フランクに由来する。 その後、ベキングが1970年にフランキーラ地下の代表族として記載したことをきっかけに、フランキーヤの族名は広く定着した。同時に彼は、根流破砕液を用いた摂取試験により決定した宿主範囲に基づいて、フランキーヤ族のメンバーとして銃の種を提案した。しかし、現在では、フランキーやアルミー以外の種名はほとんど用いられることはない。 再摂取しても、単理元の植物を含む、どの植物とも共生しないケースや、単理元以外の植物としか共生しないケース、例外的な宿主範囲を示すケース等があり、宿主範囲による種の命名が混乱を招くことがその理由だ。このため、フランキーや SP、株名の形式で記載されることがほとんどだ。これまで、株名の付け方の規則がいくつか提唱されたが、 広く定着したものはない。単理元の植物の種名や俗名、単理地などの頭文字や単理された順番を適当に組み合わせることにより、単理者が任意に命名していることが多い。ただし、上記の理由でカブナが宿主植物に対応しないケースがあることは注意する。必要がある。例えば、プタイカブはパーシニアトライデンテイトから単理された、この植物を含めテストした。 どの植物とも共生しなかった。フランキーア族はフランキーラ地下に含まれる唯一の族であり、16S 内電子の系統解析ではセルロース分解細菌アシドサーマス族と最も近縁だ。アシドサーマスの生息場所はフランキアとは全く異なり、イエローストーン国立公園で管理され、高温、摂氏55度、酸性条件下、 pH5.2 が最適な培養条件だ。しかし、両者は、ホパノイド脂質を多く含む、セルロースを分解する、一部のフランキアという、共通点を持つ。菌子、ベシクル、胞子、胞子能の三つのタイプの細胞に分化する。通常は、一般的な放線菌と同様に菌子として、生育する。細胞間には、細胞壁、核壁が存在し、 多細胞性の菌種である。培地中の窒素源が欠乏すると、ベシクルと呼ばれる球状の細胞を分化させ、そこで窒素固定反応を行う。ベシクルを分化させて窒素固定を行う生物はフランキアしか見つかっていない。根竜内では、ほとんどのフランキアの細胞はベシクルに分化している。ただし、木馬王の根竜は、例外でベシクルへの分化が全く見られない。 窒素やリンが欠乏すると、胞子、胞子脳を形成する。胞子の発芽率は株により大きく異なる。DNA を含まない胞子が形成されることもある。窒素固定酵素は酸素により容易に失活するという性質を持つため、後期環境に生育する窒素固定生物はその問題を回避することを余儀なくされる。フランキアは次のような酸素防御策を取る。 ベーシュクルは窒素固定の場となる細胞である。このことは次の3つの証拠に基づいて結論された細胞を窒素固定脳が誘導される条件に置くとベーシュクルが形成される生成したベーシュクル核分で窒素固定活性が見られた抗体を用いた実験において窒素固定酵素がベーシュクル内で検出された。ベーシュクルはホパノイド脂質 バクティリアホポンテイトロル及びそのフェニルス誘導体からなる多重膜で覆われており、これが細胞内への酸素の侵入を制限すると考えられている。機能的に類似した細胞として、窒素固定シアノバクテリアのヘテロシストがあるが、ヘテロシストの膜成分は糖脂質である。ベシクル膜の厚さは均一なことから、これらはホパノイド脂質の結晶からなると考えられている。 異想さ顕微鏡では、ベシクルは明るい光の傘、傘、ハローとして観察されるが、これは、ベシクル膜が光を複屈折させるためだと考えられる。ベシクルは脂質に親和性の高いナイルレッドにより、特異的に染色することもできる。ベシクル内部は、核壁、セプテムにより仕切られている。すなわちベシクルは多細胞からなっている。ベシクルと菌子との間には、 ストックセルと呼ばれる棒状の細胞が存在する。ストックセルは通常の菌糸とは異なり、ホパノイド脂質の多重膜を持つ。この膜はベシクルのものより厚い。ベシクルとストックセルの内部には繊維状の構造物の束が観察され、ベシクルの分化と発達に何らかの関連を持つと予想されていい。ベシクル膜がガスの拡散を制限するという仮説は、 次のような実験により指示されている。マリーラはベシクルを含む培養液と含まないアンモニア存在下で培養した培養液とを用いて様々な酸素濃度下で呼吸活性を測定した。その結果、飽和レベルの呼吸活性を与えるために必要な酸素濃度はベシクルを含む培養液の方が高かった。つまり、ベシクル膜は酸素の拡散を阻害するため、 細胞内の呼吸差に十分な酸素を供給するためにはより高い濃度の細胞外酸素が必要だと解釈された。フランキアを0 3キロパスカル以下という非常に低い酸素分圧、大気圧での酸素分圧は2 0スカルで培養するとベシクルを形成することなく窒素固定を行う。また最高の窒素固定活性を与える酸素分圧はフランキアを培養した。 酸素分圧によって変化する。2 0スカルの酸素分圧で培養したフランキアは、2 0スカルで最高の窒素固定活性を示し、5キロパスカルの場合は5キロパスカルで最高値を示すという具合である。その際、ベシクル膜は酸素分圧が高いほど厚くなる。これらの結果は、窒素固定に最適なベシクル膜の厚さは酸素分圧により異なることをそそのかする。 すなわち、フランキアを培養時より低い酸素分圧に移す場合、すでに作られているベシクル膜では厚すぎて、呼吸に必要な酸素を十分獲得することができず、逆に、フランキアを培養時より高い酸素分圧に移す場合は、ベシクル膜が薄すぎて酸素による窒素固定酵素の阻害が起こってしまう。豆化植物の根流では、 基礎細胞によるバリアとレグヘモグロビンによる状況により、感染細胞の酸素濃度は極めて低く保たれている。対照的にアクチノリザル植物の根粒は通気性が高く、レグヘモグロビンも持たないため、感染細胞での酸素濃度は比較的高い。フランキアはベシクルを形成することにより、自分自身で酸素防御をうため、このような後期状態でも窒素固定を行える。 混流中でのベシクルの形態は、宿主植物により大きく異なる。同じフランキア株を異なる宿主植物に感染させた実験から、ベシクルの形態は植物により制御されていることが分かった。ハンノキ、アルニス属ヤグミカ、エリアニアッチ、一部の黒梅もどき科の植物のベシクルは、ハンノキタイプと呼ばれ、フリーリビング時に形成されるベシクルとよく似た形態を示す。 すなわち、球状であり、隔壁に仕切られた多細胞で、ストックを持っている。繊維状の構造体も観察される。ベシクルの直径は4から5マイクロメートルであり、フリーリビング時のサイズ、約2.5マイクロメートルと比べて大きい。アルニスセララタの場合、ベシクル膜の厚さは、約65ナノメートルで、14のホパノイド脂質層が積み重なっていた。一方、 エリアグネスンバラタの場合は、より薄く、39ナノメートルの厚さで球の他の井戸、層からなっていた。セアノサスタイプのベシクルは、セアノサス属、セアノサスやバラカの植物で観察され、洋なし型、楕円型であり、核壁もストックセルも繊維状の構造体も持たない。直径も半の木タイプより小さめである、2から4マイクロメートル。 セアノサス・アメリコネスの観察例では、ベシクル膜の厚さは43ナノメートルであり、蜂のホッパのイド層からなっていた。山モタイプのベシクルは、山モ属、マーカやコンプトニア属、カントニアの植物で観察され、コンボ型、先端ほど太いの特徴的な形状を示す。角壁は持つが、ストックセルは持たない。反の木タイプのものとは、若干異なるが、 繊維状の構造物も観察される。マーカセロフェラの観察例では、ベシクル膜の厚さは64ナノメートルであり6の、ホパノイド層を含んでいた。ダティスカ、毒薄着タイプのベシクルは、核壁を持たない、単細胞で、幅が近視とほぼ同じ約1マイクロメートルの棒状の形状を示す。長さは3から4マイクロメートルである。 ベーシュクルは植物のミトコンドリアに取り囲まれており、これは酸素分圧を低下させる効果があると考えられている。他の植物とは異なり、木馬王族、キャジューアラナとアリカスウォーリーナ族の根流では、ベシュクルは観察されない。すなわち窒素固定は禁止で行われる。窒素固定を行う禁止は通常のものと異なり、隔壁を持たない。 植物の感染細胞の細胞壁はリグニン化しており、フロログルシノールにより染色される。リグニン化した細胞壁は酸素のバリアとしての機能を持つと考えられている。宿子植物もいくつかの酸素防御機構を持つ。すなわち、根流全体として見た場合、酸素防御は植物側の機構とフランキア側の機構、ベシクル形成が強調することにより成し遂げられているが、 それらの貢献度のバランスは植物種により異なる。また植物側の酸素防御機構は種によって異なる。BR。反の貴族の根流は皮目、通気組織が多く、それらから通じたエアスペースが根流内に網の目のように広がっている。しかしエアスペースから隔離された感染細胞群も存在する。感染細胞中ではベシクルが よく発達しており、フランキア自身が積極的に酸素防御を行っている。加えて呼吸活性を高めることで酸素濃度を低めている。BR。木馬王族の根粒は先端から根が伸びており、根粒根、そこから大気を取り込み、根粒中のエアスペースへ送り込む。しかし、感染細胞周辺にはエアスペースはほとんど見られない。 加えて、感染細胞の細胞兵器はリグニン化しており、酸素の透過性は低い。さらに、感染細胞にはヘモグロビンタンパク質が発現しており、有利酸素の濃度を低下させる。このように、木馬王は植物側の酸素防御機構が充実している。よって、混流中でのフランキアはベシクルを形成しないにも、かかわらず窒素固定を行える。BR 山桃属の根粒は、根粒ネとそれに通じるエアスペースの配置、感染細胞の細胞壁のリグニン化については、木馬王と類似している。しかし、感染細胞中のフランキアバベシクルを形成する。すなわち、山桃モモの根粒は、ハンノキと木馬王の中間的な様相を呈する。BR。毒ツギ属の根粒は、皮目からつながるエアスペースを持ち、 通気性が高い。それにもかかわらず、ベシクルの膜はそれほど厚くない。ベシクル細胞は感染細胞の中心部に密集しており、この構造が酸素濃度の低下に貢献すると考えられている。BR、ダティスカ族、ダタスカの根流は根流根につながるエアスペースを持ち、通気性が高い。毒ウツギ族と同様に膜の薄いベシクルが 感染細胞中央に密集した構造をとる。加えて、ベシクルの基部にミトコンドリアが極在しており、酸素防御に何らかの役割を持つと考えられている。BR。豆化植物は、ヘモグロビン遺伝子を持つ。これが、感染細胞で発現して、酸素と結合することにより、細胞室内の有利酸素濃度が低く保たれる。これはや強制ヘモグロビンなどと呼ばれ、 細胞質での濃度が MM レベルに達するほど大量に合成される。BR アクチノリザル植物では、木馬王族とヤマモモ族の根流は、豆科植物に匹敵する濃度のヘモグロビンを含み、これらは根流中の酸素濃度の制御に関わると考えられる。その他のアクチノリザル植物の根流は、少量のヘモグロビンしか含まない。BR、木馬王、C グラウカの 強制ヘモグロビン遺伝子はクローニングされており、最も研究がなされている。ヘモグロビンは感染細胞でのみ発現しており、フランキアの菌糸ではなく植物の細胞質に存在する。ヘモグロビン遺伝子の発現は未熟な感染細胞でも見られるが、フランキアの窒素固定遺伝子、ニーフッチの発現は、その時期には検出されない。すなわち、ヘモグロビンの発現は、 窒素固定脳の発言よりも早く、これは、豆化植物と同様の特徴である。ヤマモモ属のヘモグロビンについては、木馬王ほどの詳細な知見は得られていない。BR 豆化植物の根流では、レグヘモグロビン、E 型ヘモグロビンとは、アミノ酸配列が、やや異なる I 型ヘモグロビンも少量発現している。I 型ヘモグロビンは、窒素固定酵素の阻害剤である一酸化窒素。 脳を除去する役割があると考えられている。反の貴族、アルニスファウマでは、I 型ヘモグロビン遺伝子が同定、単理されており、豆科植物と同様に混流中で、高い発言を示し、脳の下毒活性を持っている。BR。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。